くれるものは来る。負けてますよ。とりあえず負けても丸森に敵が来ず落とせれるなら問題ないです。ミワルを次こそ確実に落としに行きます。進め。大名はもう引っ込めても大丈夫そうですね。国境警備してても意味なさそうなので。これで、佐竹に半年は、攻め込まれる心配はなくなりました。佐竹って、神前の使者送ってきてたのと、通称結んでいたので勝手に宣戦布告しただけでしょうが。強行77日、やっぱり、なんかこの家、時間かかりすぎる気がします。赤子の手をひねるような。そや、夜食郎の情けで、甲状腺の攻撃力が下がるっていうマイナス補正がありますからね。そういえば、そういったスキルがありましたね。忘れてました。地味に、ひどい内容のスキルですね。こんなスキルの上だと、10年じゃ絶対に終わりませんよ。この先、徳川、豊臣控えてますからね。あ、頭が痛いです。ありえない、B 城のくせに、強行121日って。おまけにこれ、一軍ですよ。騙し抜き、勝ち抜き。それが乱世の制度よ。野戦からの359人しかいない A 城で、強行35日ですか。あ、察し。森重さんが、今度は、寿命を迎えるんですね。報告いたします。丸森が、交渉ついていたので、交渉します。志果たさずして、賞は終えられぬな。取引を行いましょう。ありがとうございました。取り計らいます。取り計らいます。皆の者、我に続け。全面解放52。時間稼ぎか。この後に及んで、交渉失敗で、甲状腺時間かかるのはきついですね。兵数の減りからして、攻撃に切り替えます。商いを始めましょう。報告いたします。志果たさずして賞は終えられぬな。取引を行いましょう。取り計らいます。ありがとうございました。かしこまりました。かしこまりました。この城いただくとしよう。
見割る城やっと落とせました。では、次へ向かいます。我に続け。伊達軍を潰すチャンスは今しかないので、戦争経過だいぶ経っていますが向かいます。ただ伊達軍は進軍のやり方が本当に下手ですね。何か特別な AI でも入っているのでしょうか。我に続け。待機せよ。愛姫から勝ちは揺るぎません。いただきました。騙し抜き勝ち抜き、それが乱世の正道よ。手を打とう。進め。B 城のくせに標高92日、交渉に期待するしかないですね。報告いたします。小浜城は交渉つきました。交渉します。取引を行いましょう。ありがとうございました。取り計らいます。取り計らいます。使いの者が来たようです。伊達さん、考えが甘いです。無条件でなんかこのチャンス逃せません。標高24日にしたいのですが、兵の数見ると攻撃の方が安全なので攻撃にします。ここで交渉で落とせるとかなり大きいのですが、全面解放50をいけるかな。交渉失敗が多いですね。普段は 50% あれば成功しやすいのに、なんででしょうかね。この城我らがもらい受ける。いざ参る。やっとのことで丸森城も落とせました。先陣を切らせてもらう。1万の兵くらいうちの一軍で蹴散らせるでしょう。死力を尽くした甲斐があった。いざ参る。黒川城は今がチャンスです。マラソンでは間に合いませんが、兵がだいぶ減ってるので大チャンスです。出陣するぞ。米沢城は交渉がつきましたね。これはもしや即交渉成功したらマラソンできるかもしれませんね。マラソンかけた交渉も神さん任せます。全面解放 50% は希望薄いですね。ダメだったです。残念です。米沢があと半年で落ちるので、成沢は向かうお城を変更しておきます。参る。出陣するぞ。赤子の手をひねるようなものよ。武将のおまけ付きです。助かります。行くぞ。前進せよ。もう伊達軍の壊滅ほぼ確実になりましたね。報告いたします。先月の収支です。南部さんとの心証を挙げておきます。承知いたしました。
志果たさずして賞は終えられぬな。取引を行いましょう。ありがとうございました。仰せの通り。かしこまりました。